なる2本目。いいよ。あれ1本目で前半が捉えられないし。キイチロ、はい、コピーだ。シオン、はい、キミさん、アッチャー、行きました。よし、来た。スタートストップしてよ。スタートストップして、コース上に横になってるから。わかりました。タップと2本目。はい、いただきます。お願いします。ナイストラー。はい、2本目。いただきます。バツム、ダメだ。コースオーブ、絶対バツム。はい、いただきます。はい、シュート。はい、コースに行きます。はい、コース見ました。出て行きます。コース、はい、出て行きます。はい、ちょっと。ちょっともう、スラボー大めっちゃ一緒に結構なるよ。はい、さあ、大丈夫。はい、シュート、カンタシュート。次行きます。さあ、いきます。はい、さあ、一回出てきた。離す人リコ行きます。お願いします。はい、リコ行きます。絶対に当たらないね。はい、いただきます。はい、オッケー。手首を少し返して、はい、いただきます。お願いします。よし、どっかが上がった。とりあえず、4人コース整備を下ろしたから、何のとこ通ったら教えて。左行きます。お願いします。電池がない。はい、ちょっと待ってね。だからかけちゃうんですね。はい、コースOK。はい、
はい。全部遅れてるから逆手しないで急斜面ください。いただきます。お願いします。竹下コーチ、男子5、6人集まってますんでタイミング言ってください。コーチ入れます。はい、女子これ行っちゃいます。了解です。おい、はるか、しっかり早く早くストップついてこようね。状態がかぶんないように頭を少し。はい。ゲートの上でシャーンを押してくるようにね。ゲートの上でシャーンしてくるよ。はい。はい、リコー、オッケー。急斜面、緩斜面はそんなストックつかなくていいから。緩斜面はストックつかない。電池がなくて、すべての機能が停止してるんだ。張り合い、はい、前よ。はい、しっかりここで。ああ、ダメだ、全然見えない。はい。竹下コーチ、女子残しますか？はい、女子連れます。後半に頭が浮かないようにしようね。はい、頭、目線を変えていこい。はい、キーチロ、はい、はい、後ろに絶対飲まないよ。頭を10センチ前だと、頭を10センチ、はい、はい、リコ、オッケー。一回ターンが終わって体が残んないようにね、後ろに残らないように、頭の位置をもう10センチ前だ。もう少し前に置いて、目線が絶対上下動を開いてるよ。はい。やってくるよ。手首を丸めると、肘が開いて、上体がかぶって、かぶるとお尻がね、外乗ってくるから、レールが動くからね。はい。いただきます。お願いします。体が浮かないようにするよね。
速い位置で捉えたら、その下にグワンと強く入っちゃう。はい。次行きます。はい、次へもね、そこで行きます。はい。お願いします。スペインってスペインのセットはしてないから、しっかり前半からターン押し付けてこないとダメだからね。ボールの上でターンって感じで覚えるぞ。はい。水が近いところの時ね、水が近いところの時に頭が入らないようにね。はい。すぐ行きます。お願いします。はい、ルちゃん、オッケー。はい、ありがとうございます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 。はい。さっきより良かったよ。ゲートの上で曲がって、そうすれば自然と逆転になるから。ゲートの上でターンしてくるね。はい。お大丈夫。はい、お大丈夫。スタンスを広くしないよ、ムラドンがね。さっきのフリースピン。それでやるようなイメージを思い出すよ。はい。ヘッドスワークを思い切って速くするんだよ。はい。下げないようにするよ。はい。事故行きます。お願いします。はい、事故行くよ。はい。はい、事故良かったよ。駐車場の振り幅のところはストップワーク使って体を前に持ってくるんですからね。はい。カズさん行きます。はい、カズさん、駐車場の前半のところに行きますからね。マリア行きます。はい、マリア行きます。 OK。毎回必ず着くこと、ターンが終わったらすぐ、終わったらすぐ。すぐく行きます。はい、すごいボケてきたからね。ストップワーク忘れないようにね。はい。はい、着地。ストップ受けるよ。はい。ゆりさん、次、ちょっとから、女子コースケーキで。
はい、了解です。なんか分かんなくなっちゃうんで入れないでいきます。はい、了解です。タクト再生いきます。はい、再生よ。逆転したらタクト、いや、待てよ、入れなさい。タイチボールの真ん中より下の方を攻めてるよ。はい、はい、よかったよ。さっきの滑りよかったからね。しっかり押さない。押すけ。失礼します。失礼します。はい、ほら。やばい、前に落ちる。お尻の位置がまだまだ低いよ。あれのイメージでこれね、男性の人も様子もしっかり入れてます。乗りてきます。はい、乗り。手の位置を絶対上げないこと、手首をしっかり返して、少し体の軸が内側に倒れるから、もう注意してます。ライト行きます。はい、ライト、ライトよく30センチ上げよう。はい、じゃあライト。はい、ライト、いいよ。ライトグッと入ってね、つけますね。はい、コーナー行きます。はい、こだわりも上げちゃダメだよ、100点するとね。はい、コーナー行きます。はい、言うかな、コーかな。はい、じゃあ行きます。ちょっと待って、前だと真ん中に下入ったから、じゃあ先に行こうって言う。はい、今日ははい、こうして行きます。はい、OK です。2セット目。左行きます。お願いします。少し上げてこい。はい。はい、コースオッケー。お願いします。1本目重要だからね、1本目しっかりこれよ。はい、それからちょっと間隔上げてきてよ。いきます。ストレート入ってるからね、絶対に間違わないようにね、コース整備、インスペクション通りに行くことは。はい、車行きます、お願いします。もうリズム変化が多いからね、しっかりインスペクション通りに行くこと。で、ビデオ撮るからしっかり間隔上げてくることね。はい、お願いします。はい、そうだ、いいよ。一本目しっかり集中して、一本目が重要だからね。
い。お願いします。はーい、これ。はるかいします。お願いします。はーい、はるかいよ。はい、ホタルです。このフェス界集中してプレーとかすんなってるからね。はい。スナイパー行きます。はーい、オッケー。行きます。はい、お前たち、ミニ当たるからしっかり感覚上げてくるよ。一本目しっかりね、急斜面はですね、しっかりまっすぐ行ったり、セクション乗り切ること。あの、スルー過ぎても方向を決めてしっかり入んないと決まるからね。はい。はい、ミニ当たってるから感覚しっかり上げてくることね。はい。からしっかり感覚上げてきてね。はい。はい、今ビデオ撮るから感覚上げてきてよ。一本目しっかりゴールしようね。まっすぐ行ったり開いてやったりリズム変化が結構多いからね。で、下のスルーすぎてるの絞ってるストレート結構思ってるきついよ。はい。あ、やばっ。いただきます。急斜面インスペクションしたとおり、まっすぐ行ったり開いてやったりリズム変化が結構多いからね。で、下のスルーすぎてるの絞ってるストレート結構思ってるきついよ。はい。やばっ。いただきます。2セット目決まる。はい。